ふるさとの魅力再発見宮崎ふるさと中継今日は串間市からお伝えします串間、はい、市の吉松亭ひな祭りの情報を風情ある旧吉松家住宅から淵上アナウンサーに伝えてもらいます淵上さん明かりをつけましょうぼんぼりに 日が暮れてきてぼんぼりに柔らかい明かりがつきました、うん、明日3月3日はひな祭りですたくさんのひな人形があるということでお隣福島市役所のお隣にあります旧吉松家住宅にやってきましたまずはこの建物からご紹介します吉松家は3代にわたって材木賞で富を得た家柄です 大正時代に全盛期を迎えましてこの吉松邸が建てられました、うん、その歴史を感じるのが正面玄関の引き戸です一枚杉を使っていまして見事な竹林も描かれています、はい、またこの戸にはガラスがはめ込んであるんですがこれが手作りのため向こうの景色が歪んで見えるという<ー>今では手に入らないものなんです<ー>これもまた風情がありますよね さあ中に入ってきましたこちら館長の竹本さんですよろしくお願いしますはい竹本ですよろしくお願いしますこちらで吉松手ひな祭りが行われているということなんですが、はい、こちらたくさんのひな人形があるそうですね、はい、一体いくつあるんですかそうですねあの会場にはですね十一機のひな壇が飾られております その中の一機が入ってすぐ、目の前に飛び込んでくるんです。お出迎えしてくれているんですね。<ー>いや、本当に見事です。これはお城でしょうか。いえ、この雛山はですね。明治の頃に、日光東照宮を、日本に作られたものであります。<laughs> この、お、雛山はですね。あの、昭和の時代に作られたものでありますが。趣がありますね。うん こういった雛人形はどのようにして集められたんですかそうですねこの雛人形はですね内外の方々に提供をいただいているものでありますあ、そうなんですか、はい、ではたくさんの子どもたちの健やかな成長を見守ってきたんでしょうね、うん、そうですよね。広間にやってきましたではご覧くださいわあ、わ見事な七段飾りがずらりたくさん,こ,ん,んいます、ね、これ本当に お見事ですねそうですね、うん、この部屋のひなさはですねほとんど障害のものなんですがそれぞれあの一つ一つ顔が違いまして魅力があると思いますああ確かに一つ一つ見ていくと違いますもんねんそしてその横に 吊り下げられているこの飾りなんですけれどもこれが下げもんというものでして一つ一つ丁寧に手作りされたものなんですこうひな人形に華やかさを足してくれていますよねさあこの 下げ物を作っているのがひなの会ですひなの会の代表の神戸さんにお越しいただきましたよろしくお願いしますよろしくお願いいたしますこちら全部手作りだそうですねはいそうです、うん、どのような工夫があるんですかはい、あの各部屋のお人形さんのタイプが違いますのでそれぞれあのイメージをより良く見せるように 工夫しております。そうなんです。こういったレイアウトまでこう考えられているということなんですよね。はい、いろんな形がありますけれども、どういったものがありますか。はい、これはあの赤ちゃんがハイハイしている姿を表しているハイヒール。可愛 <laughs> い,い、ね。かわい,いですね。ね その他にもこういろんな絵とをかたどったものやまりなどもありますけれどもこれら皆さんがいろいろアイディアを出し合って作っているということなんですね。はい、すこれ作るの大変そうですけどどれくらいかかかるんですかあのこれは50以上下がってますので作るのに約半年はかかると思います。 だ半年大変そうですけれどもどれも丁寧で手の込んだ作業なんでしょうねありがとうございます、はい、皆さんにぜひ直接目で見ていただきたいと思いますこちら吉松県のひな祭りは3月11日まで行われていますいろんなイベントもありますのでぜひお楽しみくださいそれではひな祭りはぜひこのひな人形を見ながら楽しんでいかがでしょうか皆さんのお越しをお待ちしています